はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルージです。では今回はデートクのゲストのバーフギータですね、日本プレー1939年開戦で、進めていきたいと思います。で前回苦しみながらシンガポールへダッシュですねしましたので、まずここに輸送船を配備してここに蓋をしていきたいと思います。で輸送船9隻補充をかけていくんで、まあ数が足りない分はねこの後回収していきましょう。で忘れないうちにやっておきたいのがスパイの確認ですね。スパイを今ジャワ、セレベスと送っているんですが、この先の展開を考えてアリューシャン、ミッドウェイ、さらにはラバウル、南太平洋、この辺りまで、展開をしておきましょう。でお金がやっぱりなくなってきてしまうんで、一旦ここは我慢していきます。兵器開発も含めて我慢ですね。で艦隊自体は戦力的にはですね、このマラッカに入れている総流ですね、南雲率いるこの総流が速度がちょっと出ないという状態になっているので、1週間ターンを送ります。ただ、1週間ターンを無駄にするのはもったいないので、まずですね、もちろんマラッカ海峡敵の艦隊が入ってくる可能性があるんで、艦隊を再編してですね、この第4艦隊に一時的に南雲の総理を移動させます。で代わりに第4艦隊から駆逐艦を補充かける感じですね。こういう感じです。こうするとまずマラッカ海峡、シンガポールに駐留する艦隊としては第4艦隊ですね、第4艦隊のこの南雲さんの艦隊、これが一時的にシンガポールに駐留する形になるので、この艦隊でマラッカをまず守ろうと、シンガポールをしばらくの間防衛しましょうということになります。で主力の第2艦隊、これはこの後ジャワへと進行、第3艦隊もジャワへと進行していきます。でこれによってですね、空母が2隻体制ということで少し弱くなるんで心配なんですけど、まあジャワ、セレベスはこの戦力で頑張りましょう。で南シナでドッグ入りしているこの中派、大派、小派の各艦隊、これはですねすでにもう南シナ海に置いておく必要は全くなくなりましたので、マラッカ海峡へと移動させます。シンガポールの防衛の任に当たらせつつ、シンガポールの大きなドッグでこれらの傷ついた艦艇を修理していくというところになります。でマラッカ海峡から出撃する2隻の空母、これには漏れなく艦載機の補充をかけておきましょう。で第2艦隊山本五十六が伊勢に乗っているんで、これ長門へと変えていきましょう。まあもともとね長門に五十六さんは乗っていたので、で伊勢に逆に近藤を乗せていくと、こういう体制でいきましょう。で第3艦隊なんですけど、駆逐艦とかに提督が乗っていないの頃があって、提督が空いてれば乗せていっちゃいましょう。井の口、まあ、砲撃なんでね微妙かなとは思うんですけど、いずれにしても階級を上げていかないとより上位の軍艦に乗れないという制約があるので、まあ、ここは仕方がないかなというところですね。であとはマレー沖にいるこの潜水艦隊、これもマラッカに入れてしまってマラッカで修理しましょう。でレイテにいる艦隊がいるんで、まあ、レイテにいる艦隊で、まあ、どこまで進めていくかというのはあるんですけど、まあ、レイテにいる艦隊だけでどうですかね、このセレベスを攻略するのはなかなか難しいかなとは思うので、レイテにいる艦隊は一旦セレベスに攻撃をかける構えは見せずに待機しましょう。
で、さらに言うと、この後ですね、セレベスを攻略するにあたってマラッカにいる艦隊だけだと、2隻いや2艦隊しか投入できないので、同じタイミングでレイテから進行させるという作戦にしましょうか。そうした場合、この第9艦隊を増強しておきましょう。第9艦隊の増強のために第11艦隊から潜水艦を引っ張るんだったら、第5艦隊から駆逐艦、巡洋艦、この辺りを引っ張った方がいいね。軽巡を引っ張っていきます。これで次のターンの話になると思うんですけど、ジャワをきっちり2つの艦隊で制圧した後、その2個艦隊を持ってセレベスへ進行で、北からは今編集をかけたこの第9艦隊で、南下をかけるという3個艦隊での作戦にしていきます。なので、そうなるとレイテに艦隊を置いておく必要はこの先なくなるので、そのタイミングでレイテからトラックへと移動をかけていきます。他艦隊をどうだろうな、新規編成するにもお金もないし鉄もアルミもないという状況なので、一旦これでターンを進めていきましょう。マラッカから第3、第2、この両艦隊をジャワへと発進。でジャワなんですけど、どこに何があるかという情報は掴んでいないので、索敵を行いつつという作戦になりますかね。で雨も降っちゃってるという状況か、まあ、空母からの偵察機で場所を確認していくっていうことになりそうですね。ジャワとかも覚えてないな、全く覚えてないですね。どこに、敵の空軍基地があったか、正直全く覚えていないので、索敵をかけていかなきゃいけないかなと思うんですが、希望的には多分多くても2つかなと思うので、場所をね、絞っていきましょう。まあ、ここら辺、まあ、マップでいう南ら辺に2箇所、3箇所と、まあ、ここにはないですね。島の中央。ここにもなさそうでいいのかな。まあ、ここは通っていくときに見えるので、発見したらわかるでしょう。まあ、南に行くか北に行くかっていうところですね。北側にも3箇所あるんで、まあ、北側かな。あるとしたら。なので、空母部隊も北側へ向けましょう。敵の艦隊が入っていないことを祈るだけですね。敵の艦隊がいるとかなり厳しくなるので、雨がなかなか止んでこないので、雨が止んだタイミングで偵察機を飛ばしていきます。まあ、これまでの戦い勝利を重ねてはいるんですけど、敵の艦隊を取り逃しているというところがあるんで、完全に消滅させていないっていうのが、まあ、この後の作戦の中でどういう影響が出てくるかっていうのは、まあ、かなり心配事項としては出てきますね。あとこっちの空母艦隊の方に潜水艦を編入して入れてるんで、実際の艦隊運動を行うときは空母の護衛艦が少し少ないですね。なのでお金、鉄に余裕が出てきたら、
まあ、軽巡洋艦クラスで防空艦を作っておいた方がいいかもしれない。あの主砲副砲を置いて全部対空砲に特化した敵の航空機を撃ち落とすためだけの防空艦を用意した方がいいかもしれないですね。空母の周りにはどうしても空母やられちゃうとそれまでっていうところはあるんで、じゃあ偵察機飛ばしていきましょう。まあ、北側に飛ばそう。まずは飛んでるかな。飛んでますね。この偵察機がこの辺りまでと、お、敵の偵察機がいる。お、発見したね。これが第何飛行場かにもよりますけど、敵の飛行場を発見してる。となれば味方からは急いで偵察機ではなく攻撃隊を発進させましょう。いや、攻撃隊発進までにまだ距離があるな。攻撃隊を発進するにもまだ距離がちょっとありますね。さあ空母から攻撃隊が出ます。このタイミングがちょっと早すぎるかもしれないので届かないかもしれないですね。爆撃機が届くかどうかだな。届いてくれれば届きそうかな。届いてますね。いや、微妙に届いてないのか。で、代わりに敵の爆撃機が出てきますね。敵の艦隊はいないな。敵の艦隊だけが怖いんで、このタイミングはまだ。ただ次のターンでは確実に味方は空母からの爆撃機が届くはずなので、ここで攻撃隊で敵の飛行場のまず砲撃、砲台かな、砲台を破壊しちゃいましょうか。ここで雨か。残念だな。となると、空母部隊からの攻撃隊が出れないので、ここは一旦、戦艦を、弾艦運用しておきたいぐらいだな。高性能策略みたいなものが、開発可能にはなってるんですけど、お金がなくて開発していないんで、まあ、そのあたりもねちょっと考えていかなきゃいけないかなというところですね。で、輸送船の数も足りていない上にドックで修理をかけてるんで、次のターンはもう輸送船だけを作ります。で、セレベスでさらに鉄資源を確保、オーストラリアへと進行するための戦力を整える資源として当てていきましょうか。まあ、夜明けまでには確実にこのジャワは攻略できそうな感じがありますけど、他に飛行場ないよねっていうのが、規模的にはおそらく2個あっても、2個、おそらく1個だとは思うんですけど、まあ、あったとしても2個かなと思うんで、南の方にも艦隊を出していきましょう。移動しておきましょう。万々が一南にも敵の航空基地があるっていうことになると話がだいぶ変わってくるんで、
で、シンガポールに敵がこの後退去して押し寄せてくる可能性が高いんで、まあ、それをどう迎え撃っていくかっていうのもポイントになってきそうなところです。で、シンガポールにはまだ味方の飛行場はないので、まあ、その間は味方の艦隊による拠点防衛をしていかなきゃいけないなというところですかね。さあ、一箇所破壊し終わりましたって言おうとしたところで、一箇所しか飛行場がなかったということで、枢軸軍、まあ、つまり日本軍側の勝利になりましたというところです。伊勢に多少ダメージが出てますね。ドイツ艦隊が壊滅したが、第16艦隊が壊滅して後悔が生まれてますね。レーダー探知機。レーダーを搭載した艦船が発する電波を捕捉、敵艦の位置を逆探知する兵器。うん、これも開発したいな。で、冷戦の21が生産可能なラインに乗りましたと。で、さらに冷戦の32型が開発可能ということになってますね。120キロ爆弾を持った、まあ、いわゆる戦闘機ですね。なので、まあ、敵艦あるいは敵の拠点攻撃にはあまり向かないタイプの航空機なんですが、直縁あるいは護衛機としては有用かなというところですね。で、直縁にするんだったら火力をアップさせる、あるいは最高速度をアップさせるっていうところですかね。護衛機にするんだったら航続距離が爆撃機よりも長くないと意味がないので、まあ、1800キロの航続距離画面出てますけど、これだけあれば当面の間は冷戦の32型で十分に護衛機の任務をこなせるかなとは思います。じゃあセレベスへと次回進行していくための艦隊の移動を行っていきます。レイテからさっき編成し直したこの第9艦隊ですね、これをセレベスへ。一方ですね、先ほどジャワに進行したこの第2第3の両艦隊、これをセレベスへと移動させて、セレベスを制圧しましょう。で、一方ですね、気になるマラッカなんですが、マラッカの方は艦隊が今、4個艦隊入っている状態ですね。まず第4艦隊と第1艦隊を合わせちゃいましょう。これで第一艦隊が長門を機関とした、いや、陸奥ですね、陸奥、あとは総理を機関にしちゃう赤城でもいいけど、まあ、いずれにしても艦載機乗せて補充をかけておきます。これで潜水艦隊が2個艦隊に第1艦隊で、マラッカを当面の間防衛するという形ですね。で、空母が2隻体制になってるんで、なんとか防衛できるかな、厳しいかなという、まあ難しい運用にはなりそうです。で、ジャワには輸送船を配備したいんですが、輸送船がないので、輸送船を先に忘れないうちに作っちゃいましょう。3隻だけ。輸送船は厳しいね。で、セレベスには敵のイギリス艦隊第11艦隊1隻のみで、敵の航空基地は2個確認してますね。 OK だ。
2個だったら潰せる。しかも艦隊は1つしかいない。では鉄が999しかない中で作れる船はないので、次回のための輸送船のために取っておきましょう。で、代わりにといってはなんですけど、艦上の戦闘機、これを生産として40機作っていきます。で、この40機を乗せていきましょう。で、次回セレベスに進行する艦隊ですね、この艦隊に乗せていくのが多分ベストかなと思うので、ここに乗せていこう。あとは第二艦隊に入っているこの宝章ですね、王章、これと、空母は空母で運用した方が多分運用しやすいんじゃないかなと思うんで、変えていきましょう。王章こっちに、おっと、いっぱいいっぱい今であれば、王将一回こっちに移して、駆逐艦を一隻で、さらに第三艦隊の編成で第八艦隊から王将を引き抜くと。これでどうだろう。いいですね。で、あと忘れないうちにやっておきたい内容が他にあるかというと、まあマラッカはしょうがないので、一旦この状態にするしかないですよね。で、迫り来る敵艦という意味で言うと、中部、太平洋、ハワイ、この辺りは本当に危険だな。特に中部、太平洋は敵の第1、第2、第6艦隊。さらにハワイにはもちろん、敵の空母がいますね。ラバウルには幸い敵はいないか。ソロモン、まあ、この辺りはもうちょっと見えてくると変わってくるかなという可能性はありますね。では内政の方に移りましょう。飛行場の建設、これマラッカに今飛行場建設中なので、あと5週間かかるか。5週間なんとしても既存の艦隊でしのがなきゃいけないですね。で、超活動を入れていきます。お金もないので、まあ、ポイントは絞っていきましょう。インド洋まで進行できれば、インド洋まで進行したいので、インド洋に進んでいきます。ラバウルに送っておこう。これでお金がすっからかんなんで、技術開発が今回できないと。航空レベルだけ上げとく。もうおためごかしですね、これの辺は。で、物資援助は5000、ドイツに。ドイツも石油余ってるのに、石油の押し売りですね、これ完全に。はい。では今回、ジャワ攻略完了しましたので、次回、セレベス攻略して、作戦目標、大本営から出ている作戦目標、これを達成して、ボーナスをもらいましょう。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。